お前みたいな貧乏人が医者になれるはずなんてないだろう。いい加減、夢ばかり見るのはやめておけよ。そうだそうだ。無駄な努力をして時間とお金を使うなら、もっと他にやるべきことがあると思うぜ。これ以上、親不孝なことはやめるべきだ。目が覚めると、自分の家のベッドの上でした。時折こうして、過去にあった辛い日々のことが夢に出てきて、びっくりして目が覚めるのです。額からは汗が流れていて、夢に出てくるたびに、あの頃のことを思い出してしまいます。もう忘れなきゃ。そう思っているのに、なかなかそれができません。貧乏という理由で嫌がらせにあっていた学生時代、あいつらを見返したい。そんな一心で、俺は頑張ってきたのです。俺の名前は桜井直樹、42歳。小さな頃から医者になることを夢見て一生懸命勉強をしてきました。人見知りが激しくて性格は暗くて引っ込み思案で、さらには口下手で、取り柄と言えるものが一つもなかった俺ですが、目標はいつも大きく持っていたのです。大人になった今もそんなに性格は変わりませんが、小学校から中学卒業までは本当に大変な日々を過ごしてきました。クラスメートからの嫌がらせが始まったのは小学4年の時でした。将来の夢を作文にして、それを参観日の日にみんなの前で発表するという授業がありました。みんなは何を書いたらいいかわからない、まだ夢なんて決まってないなんて話しながら、かなり盛り上がっていた記憶があります。でも俺はその時すでに医者になりたいという夢を持っていたので、自分の夢を作文用紙いっぱいに書いたのです。そして参観日当日、ドキドキしながら大きな声で発表したわけですが、僕は将来立派なお医者さんになって、たくさんの人の命を救いたいです。そういった瞬間、みんながゲラゲラと笑い出したのです。まだ授業参観が始まったばかりで、誰かのお母さんが二人いたくらいで、教室はガランとして静まり返っていたわけですが、まさか笑われるなんて想像もしていなくて、どうしていいかわからなかったのです。中でもクラスでリーダー格の松本と寺井が俺を指差し、そして腹を抱えて大笑いしていました。お前何言ってんだよ。人とまともに話せないくせに医者？さすがにそれは夢がでかすぎるだろう。夢と現実の世界をしっかり理解しろよ。だよな。しかもお前の家って貧乏だったよな。母子家庭だったろ。一瞬にしてクラスは笑いの渦に包まれてしまい、担任の先生もどうしていいかわからずに立ち尽くしてしまっていました。しかも俺のことをバカにした連中に注意してくれるのかと思いきや、桜井くん、みんなの言うようにもっと現実的なことを発表しましょうね。じゃあ桜井くんはこれで終わり。次は他の人に発表してもらいましょう。なんて言い出す始末。結局俺が一生懸命書いた作文は最後まで読ませてもらえないまま終わらせられてしまったのです。悔しさのあまり作文用紙を握りしめたままトイレに引きこもって涙を流しました。どうして夢を発表しただけなのに、あんなにひどいことを言われなきゃならないんだ。夢なんだから、何を書いたって別にいいだろう。声を殺して泣いていたわけですが、その後もトイレに来たクラスメートが、俺の話をひそひそとしているのです。桜井ってほんとバカだよな。あんなことわざわざ発表しなければいいのに。俺だって本当は弁護士になりたいって言いたかったけど、馬鹿にされると思って車の整備工場で働きたいって言ったんだぜ。松本や寺井以外のクラスメートまでも俺のことを馬鹿にしているのを聞いてしまい、やるせなくなってしまいました。その日、学校を終えて家に帰ると、
台所からはいい匂いがして、母が俺の大好きなシチューを作ってくれていました。おかえり。今日はごめんね。どうしても仕事が休めなくて、参観日に行けなかったの。どうだった？将来の夢の作文発表はうまくいった？母はにっこり笑って俺に尋ねてきました。いや、一生懸命発表したんだけど、途中で笑われて、最後まで聞いてもらえなかった。俺、ちゃんと夢を持って頑張ろうと思ってるのに、どうして馬鹿にされるんだろう。そうだったの。じゃあその作文、お母さんに読ませてくれない？お母さん、直樹の夢が知りたいんだ。トイレでくしゃくしゃにした作文用紙を、俺は母に渡しました。俺の書いた作文を穏やかな表情で見ている母。ゆっくりと全部を読み終え、しばらく沈黙が続いた後に母は言いました。すごいね、直樹。素敵な夢じゃない。ここの最後の一文なんてすごく心に響いた。患者さんの一番近くにいて、親身に話を聞いてあげられるお医者さんになりたい。ここが本当に素敵ね。みんなが俺をバカにして最後まで聞いてくれなかった作文を母は大きく評価してくれたのです。そしてさらに言いました。お母さんはここに書いてあることは夢じゃなくて現実に叶えられるものだと思う。だから誰に何を言われても一生懸命頑張ってみなさい。直樹なら必ずできるから。お母さん、ありがとう。俺、頑張るね。我慢していた涙が溢れ、久しぶりに泣きじゃくってしまいました。母は俺が泣き止むまでずっと抱きしめてくれて、頭をよしよしと撫でてくれました。いつも俺のために一生懸命働き、家に帰ってきてからは食事の準備に洗濯や掃除。俺の頭を撫でてくれる母の手が、昔よりもゴツゴツしたような気がしたのを覚えています。母さんも俺のために頑張ってくれてる。俺も母さんのために頑張らなきゃ。その日以降、母との約束を果たすべく一生懸命頑張って勉強をしました。誰に何を言われてもぶれない軸を持ち、夢を実現するために頑張る決心をしたのです。授業中はもちろん、休み時間も勉強をする俺を見て、クラスメートは馬鹿にし続けました。夢も目標もない松本と寺井は、二人で寄ってたかって俺の邪魔をしてきます。お前さ、相変わらず勉強ばかりしてるけど、本当に医者になれると思ってる？無駄なことはやめておけよ。どうせ学力が追いついたところで、学費が払えないだろう。医学部って4年じゃないんだぞ。お前の母ちゃんが6年間も高い学費を払ってくれるわけないだろう。とにかく邪魔をするためにはどんな手段も選ばないという感じ。二人は小学校を卒業後、中学も同じところに通うことになったわけですが、ここでも運悪く松本と寺井と同じクラスになってしまったのです。一人くらい話せる友達ができるといいな、なんて期待をしていただけに、がっかりです。俺を孤立させるために、新学期早々に松本たちは、みんな、桜井直樹には注意した方がいいぞ。こいつ、母子家庭で貧乏だから、仲良くなった途端、いろんなものをくれくれって言ってくるからな。そんなことを言って回っていました。俺のことを知らない女子たちは、すぐに隣のクラスにまで噂を広め、桜井直樹って子、かなりやばいらしいから気をつけた方がいいって。そんなことを言っていました。中学に入っても嫌がらせは続くと思っていただけに、やっぱりか、という感じだったけれど、それでもやり方が汚すぎて、俺も我慢の限界が近づいていました。いい加減にしてくれよ。俺の何が気に入らなくてそんなことばかりするんだ。もう俺に構わないでくれよ。毎日のように続く嫌がらせ。
俺はついに二人に向かって反論してしまったのです。今まで何を言われても言い返すことなかった俺なので、正直二人はかなり驚いていました。最初こそ目をまん丸くさせて、なんだよお前、随分と偉そうになったな、なんて言っていたけれど、その後すぐに逆切れ状態に。お前みたいな貧乏人が医者になれるはずなんてないだろう。いい加減、夢ばかり見るのはやめておけよ。そうだそうだ、無駄な努力をして時間とお金を使うな。お前の母ちゃんが気の毒でならないぜ。理解してもらおうなんて思ったことなんてないけれど、母親のことを言われるともっと腹が立ってしまう自分がいました。ねえ母さん、俺医者になれるかな。なれるよね。うん、もちろんよ。だって毎日こんなに頑張ってるじゃない。大丈夫だよ、心配しなくたって。それに学費の心配もいらない。何もかも大丈夫よ。たまに母の意見を聞きたくて俺はそんなことを言ってしまうのですが、母はどれだけ寝不足でも疲れていてもいつも大丈夫と返事をしてくれるのです。高校受験を控える頃には俺は覚悟を決め、もう母を困らせるようなことを言ったり弱音を吐くことをやめると誓ったのです。3年先は医学部進学を目標とするため、俺は進学校を受験。見事に合格し、ようやく松本と寺井と離れ離れになることができたというわけです。それからの高校3年間、そして医学部6年間はあっという間に時が過ぎ、母に支えてもらいながら医師国家試験にも合格することができました。長い間俺のことを支えてくれた母もほっとしたのか涙を流し、直樹、よく頑張ったね。いろいろあったけどこれからが本番だね。患者さんの話をよく聞いて寄り添ってあげられるお医者さんになってね。そんな話をしてくれました。医師になった後は自宅からでも通える大きな病院で働かせてもらうことになったのですが、俺はここで運命とも言える再会を果たすことになったのでした。その相手とは小学中学時代に俺に嫌味を言ってきた松本です。なんと同じ病院の看護師として働いていたのです。もしかしてお前桜井？ってかお前本当に医者になったんだ。新人医師の名簿を見てまさかお前かなって思ったんだよね。いやー、こんなところで再会するなんて俺たちって腐れ縁だな。ニヤニヤと不気味な笑顔で俺に近づいてきて、またしても嫌味を言ってきました。その顔と言ったら当時よりもひどく醜くなっていて、明らかに歪んだ人間性が表情ににじみ出ているといった状態でした。だから俺は医者になるって言っただろ。ちゃんと努力を続けて夢を叶えたんだ。用事がないならもう俺には話しかけてこないでくれよ。は？お前そんなこと言っちゃっていいの？俺は3年前からここで働いてるんだぞ。職種こそ違うけど俺の方が先輩なんだ。医者だからって偉そうな態度を取るのはやめてくれ。3年前、となるとおそらく松本は大学ではなく専門学校を卒業し看護師の資格を取ったものと思われます。そしてその仕事態度を見ている限り、偉そうな態度は目に余るものがありました。廊下では肩を切って歩いていて、後輩のことは見下し、目上の人には媚びを売り、最も最悪だったのは患者さんに対して適当な振る舞いをしていたことです。質問されたことに対して、ああ、それは俺、医者じゃないんでわからないっすね。てか、さっき診察してたんだから自分で先生に聞けばよかったんじゃないですか？そんなことを言っているのです。どこで何を学べばあんなにひどい態度が取れるのか、という感じです。松本に対応してもらった患者さんは皆、
困った表情をしていて、俺はそれに耐えられず、すぐに注意してしまいました。あのさ、松本、俺に対してひどい言葉を使うのはまだしも、せめて患者さんにはもっと丁寧に親切に接した方がいい。患者さんは病気があって辛いからこそ病院に来てるんだ。それを忘れるな。は？なんだお前、いい加減にしろよ。覚えておけ。後になって泣きついてきても絶対に許さないからな。俺のことをものすごい顔で睨みつけた松本は、そんな捨て台詞を吐いてどこかへといなくなってしまいました。それからしばらくの間、松本が俺の前に姿を現すことはなかったものの、なんだか毎日とても仕事がやりにくく、周囲の目を気にする昔の弱い自分になってしまった気がしていました。仕事自体は忙しくても苦にならないし、先輩からも気に入られていたので、数々の手術にも入らせてもらえたりと、たくさんの経験を積ませてもらうことができました。何より患者さんに寄り添って話をじっくり聞いて、今後の治療について一緒に相談することで、かなり頼られる存在にもなっていました。それなのに、心のどこかで松本の言葉が気になってしまい、また昔のように執拗に嫌がらせをしてくるのでは、と不安で仕方がなくなってしまったのです。いくら俺が悩んだところで誰も気がついてくれないし、もし余計なことを言って、それが松本の耳に入ってしまったら、そう思うと怖くて何もできなかったのです。ごく稀に院内で顔を合わすことがあっても、すれ違いざまに、あれ？お前、まだここで働いてたんだ。てかお前、もうやめろよ。別にここじゃなくても、働く病院なら、いくらだってあるよな。周囲の人には絶対に聞こえない声で、そんなことを言ってくるのです。情けないと言われるかもしれないけど、そのくらい過去の出来事が俺の心の中にトラウマとなって残ってしまったということなのです。それでも何とか頑張って数年は仕事を続け、たくさんの症例研究にも携わり、結果を残してきました。患者さんからも、私は桜井先生に見てもらってる間は長生きしなきゃって思ってるの。私だけじゃなくて、他の患者さんもみんな同じことを言ってる。桜井先生はそのくらい人気なのよ。なんて言われることもあり、そんな言葉が励みにもなっていました。しかし、そんなある日の当直で事件は起きてしまったのです。その日は珍しく救急車がひっきりなしに来ていて、猫の手も借りたいというくらいに忙しい夜だったのですが、その時に受診した一人の高齢男性の患者さんが病院宛にクレームを入れたのです。呼吸が苦しくて救急車で来たのに、男性の医師に適当に診察をされ、まともに話も聞いてもらえない上に帰っていいと言われた。最低の病院だ。そういう内容だったそうです。結局その日、自宅に戻った後に40度以上の高熱が出た上に、肺炎で他の病院に入院することになったと、そんなことも話していたそうです。院長がその日の当直スタッフを確認したところ、男性スタッフは医師が俺、そして看護師は松本だったのです。他のスタッフは全員女性となると、問題行動を取ったのは俺か松本ということになるのですが、男性医師は俺しかいませんでした。俺と松本は院長室に呼ばれることになったのですが、そこで松本はとんでもないことを言ったのです。ああ、確かにあの夜はめちゃくちゃ忙しくて、全く休憩する時間もなかったです。その患者さんのこと、俺はよく覚えています。桜井先生がひどい態度で診察していました。あれはないな。おそらくクレームが来るんだろうなって思ってました。は？何言ってるんだよ。俺がそんなことをするはずないだろう。明らかに松本の言っていることは嘘でした。確かに忙しい日だったけれど、
俺はどんなに忙しくても患者さんの話を適当に聞いたりすることなんてありません。それに帰っていいよなんて言葉をこれまで医師になってからも一度だって使ったことはないのです。松本は俺の方をニヤニヤ見ながら、ざまあ見ろと言わんばかりの顔をしていました。記憶をたどってみても高齢男性の診察などした覚えがないし、全く身に覚えのない事実なのです。さらに松本は、ほんと桜井先生って患者さんをひいきする癖があるって有名なんですよね。どんな人に対しても分け隔てなく接するべきなのにありえないと思います。そんなことまで言い出したのです。俺は何もしてない。なんで松本はこんなことばかりするんだ。一体俺に何の恨みがあるって言うんだよ。院長もかなり困った顔をしていて、桜井先生がそんな人だと思わなかったよ。忙しい時こそ丁寧な診察を心がけてほしいと思っていたのに、非常に残念だ。とりあえず君の処分についてはこれから検討するつもりだ。そんなことを言っていました。入社当初から期待の医師として注目されていた俺。真面目で誠実で、さらに患者さんに親切で、これからこの病院を背負って立つ人材だと陰では囁かれていたようです。自分では大した人間ではないと思っていたけれど、多分俺が評価されることを誰よりも憎たらしく思った松本が、俺のことをはめたのだと思います。だって実際あの日、俺は高齢男性の診察などしていませんでしたから。でも結局数日後に俺は移動を命じられることになったのです。おそらくもう二度と戻ってこられないよう、医師不足の離島の病院に。俺が離島に飛ばされることになったという話は、院内ですぐに広まることになりました。そして、松本は根も葉もないことを風潮して歩いたせいで、俺は一躍悪人医師になり下がってしまったのです。桜井先生って親切に見えてキャパオーバーになると冷酷な人間になるらしいね。やばいよね。温厚そうに見えて突然冷たくなるとか、ちょっとやばいよね。看護師連中は俺の話を面白おかしく話して歩いていました。もういい。こんなところでやっていけないよ。そう思った俺は離島の病院へ行き、無能な医師を演じることにしたのです。スタッフが数名という小さな病院。手術室も一応あるけれど、いつから使用していないのかというくらいに整理整頓もされていない環境でした。こんなところに患者なんて来ないだろう。そんなことを思いながら働く毎日だったのですが、意外や意外、話好きの高齢者が毎日のように病院を訪れるのです。自分の家で育てた野菜や釣ったばかりの魚を持ってきたり、ここが病院であることを認識しているのだろうか、と最初は目を疑ったほどです。看護師1名、医師1名が24時間常駐し、対応するというようなシステムだったのですが、とにかく毎日病院に来る人の健康相談に乗るというのが日課でした。こんなに楽な上に給料までもらっていいのか、という感じでした。一人で暮らしている母には、一週間に一度の頻度で連絡はするようにしていたけれど、俺の声を聞いて逆に安心していました。直樹、元気そうだね。離島での生活の方があなたには向いてたりして。そんなことを言って笑っていたくらいです。でも実際島に来てから余計なストレスがなくなり、患者さんとも心ゆくまで話せるし、こんなに穏やかな日常はないかもと思っていたほどです。俺はすでに42歳になっていたし、もうこのまま一生ここで医師人生を終わらせてもいいかもしれない、そこまで考えるようになっていました。しかし、そんなある日のこと。休みだった俺は家でのんびりと過ごしていたのですが、めったに鳴らない俺のスマホが
勢いよくなり続けていたことに気がつきました。ふと画面を見ると、病院という文字が。慌てて電話に出ると、看護師の向井さんから、桜井先生、大変です。患者さんの容態が急変してしまって、先生一人じゃ手に負えない状況なんです。すぐに来ていただけませんか?そんなことを言われたのです。よくよく聞くと、救急で運ばれてきた方が手術をすることになったようなのですが、そこで予想よりも状態が悪かったのだとか。執刀できる医師がおらず、病院自体が存続の危機だというのです。はっきりとした状況はわからなかったものの、俺は言われた通りにすぐに病院へと向かったのです。いつもは静かで穏やかな病院が、その日は緊迫した雰囲気が漂っていました。電話をかけてきた看護師が、緊急手術になりました。桜井先生もオペ室へ行ってください。私もすぐ薬剤を準備して戻りますので。そう言ってきたので、俺も急いで着替えて手術室へ。パニックになっているジョイ。なんだかどこかで見覚えがあるような人でしたが、まさかこんなところに、と思っていると、え?なぜあなたがここに?やっぱり金内先生だ。大病院で一緒に働いていた美人女医の金内先生がそこにいたのです。頭の中はハテナマークでいっぱいだったけれど、俺はすぐに状況を確認し、一瞬にして処置を完了させました。すごい。助かった。ありがとう。患者の血圧はみるみる安定し、一命を取り留めることができました。患者さんを病室へと移動し、俺は再び金内先生のところへ。金内先生こそどうしてここに?確か、俺が離島の病院へ移動を命じられた時、金内先生はあの病院にいました。とても物静かで目立たないタイプではあったけれど、美人女医として密かに有名だったので、俺はよく覚えていたのです。実はあの問題が起こった日ね、あの当直の日、私も病棟で自分の患者の容態が変わったから来てほしいって呼ばれて行ったのよ。もちろん夜間だったから救急玄関から入ったんだけどね。そしたらさ、やっぱり。実はあの日に問題になった高齢男性の患者さんを対応していたのは看護師の松本だったようなのです。あまりにひどい対応をしてたし、医者を装ってたから、ありえない看護師だなって。そしたら、なぜかあなたが異動になってて、私は目撃したことを院長に報告したの。そしたら、私まで離島に異動になったってわけ。そうだったんですか。すみません、俺なんかのせいで。松本に対する怒りというより、俺は自分のことを理解してくれている人がいたことがとても嬉しくて涙が溢れそうになりました。金内先生は、でもね、誰もあなたのことを疑ったりなんかしてなかったよ。これは本当。しかも私未だにあの病院の医者とつながりがあるんだけど、あの松本って看護師は患者にひどい暴言を吐きまくってて、それを患者の家族に録音されてクビになったってさ。そんなことまで話していました。離島に来てからというもの、母以外と連絡を取っていなかったこともあり、何も情報がなかったのですが、結局のところ、俺のことを信じていた人が院内の大半で、松本がクビになった時に、ほら、やっぱりあいつはやばいやつだった、みたいな雰囲気で話がまとまったそうなのです。そうでしたか。疑いが晴れたってことなんですね。でも良かったです。あの時の患者さんも他の病院で治療を受けたみたいなので大事に至らなくて。ほら、そういうところ。桜井先生のそういう患者さんを思ってるところがみんなの共感を生んでたんだよ。まあ、いろいろあったけどさ。あなたが医者を辞めないでいてくれて良かった。金内さんは、ほっとした表情を浮かべて、そんな話をしていました。それから数週間が経過し、
手術を行った患者さんも元気に退院していき、そして大病院の院長からも謝罪の連絡が入りました。当時のことは申し訳なかった。きちんと調べもせずに移動まで命じてしまって。松本くんが全てを認めたよ。彼はもうこの病院から去ってもらった。そうだったんですね。よかったです。誤解が解けたようで。松本はクビになった後、今もまだ再就職先が決まっていず、就活を続けていると言っていました。悪い噂がすでに流れているので、大病院で勤めることは厳しそうとのこと。院長はその後、俺に戻ってこないか?と、そんな話を持ちかけてくれましたが、俺はその前に、金内先生を、という話をしました。正直、離島での生活も好きになってしまったし、ここで暮らす方たちの話を聞きながら、医師として働くのも悪くないと思っていたからです。しかし、金内先生も俺と同じことを考えていたようで、まだこの島に残りたいと。結局、俺も金内先生も気が済むまで離島で働き、戻りたくなったらいつでも戻っていいという条件で働くことになりました。最近では患者さんからは、桜井先生と金内先生はお似合いだから結婚したらどうか、なんてからかわれるようになり、俺も妙に金内先生を意識してしまうようになりました。あの時のピンチを救ったことをきっかけに、俺たちは急接近し、今では二人でよく食事をする仲にもなったんです。交際とかそんな話に発展するかはわからないけれど、もう少しこの島で金内先生と一緒に頑張って働いていけたら、と思っています。